暑い。暑い。待って、暑い。やっほー、こんばんは。ありがとうございます。ハートの短冊連呼したもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様みんな。今日はサプライズで浴衣祭りの、ね、来てくれてたよね、ありがとうね。浴衣祭りの夜公演にサプライズで浴衣姿で出ました。見てくれましたか？なんか私本当に反省してて、ハートありがとう。もうね、今日すごく疲れてて、そう、めっちゃ反省してます今。私めっちゃね、自分ではね、めっちゃなんか笑顔というか、笑顔を作ってたつもりではいたんですけど、なんか顔が結構チーンってなってたみたいで、そう、ごめんなさい、本当に本当にそんなつもりなかったんですけどね、ごめんね。だからね、あ、ハートの短冊ありがとうございます。だからね、お見送りでみんなにね、ゆっくりごちそうさま、ゆっくり寝てねみたいな、寝てないでしょみたいな感じで言っていただいて、あー、ごめん、私が顔死んでたからやと思って、そう、ごめんね、本当にすいません、ご心配おかけして。え、ほんまに嬉しい、こんばんこんばんは。そう、そうなんです、こんばんこんばんは。疲れた、疲れたよ。え、お見送りなんかびっくり、え、来るって思ってなくてさ、えと思って、面白い、なんか分かった、ねえ、よかった。なんかさ、もう本当になんかマッシーさんのファンの方が怒ってないかっていうか、なんか嫌な思いをしてないか、本当に私ずっと気にしちゃって、今日の朝の配信でも言ったんですけど、ずっと気にしてて、もう本当になんか嫌な思いしてさせてしまった、本当にごめんなさいって思って。なんかね、なんかな、なんて言ったらいいんやろ、結構ね、私ごちゃの私の立ち位置って、私のめちゃくちゃ嫌いな人がいるか、めちゃくちゃ私のことが好きな人がいるか、もう本当に究極に分かれすぎてるんですよだからラジオトークの、ありがとうね、短冊たくさん。だからラジオトークのコメント欄を私いつも見返すんですけど、なんかめちゃくちゃ私のことを好いてくださる方はすごい褒めてくれてるけど、一方私のことがめちゃくちゃ嫌いな人はもうめっちゃ、もうなんかもうめっちゃ明らか嫌いみたいな明らか奥村もが大嫌いみたいな方の、本当にこのもう究極なんて言うんですか、もう本当に真反対すぎて、みんながえ、シャボン玉たくさんありがとうございます、ハートありがとうございます。でもそりゃそうですよねって思ってる。いや、そんなことないよ。そう、でもね、なんか最後とかたくさんね、出演っていうか、私のためにその枠をくださってすごい嬉しかったですありがとうございました。はい、あとありがとう。自覚あるやん。え、自覚結構ある。私なんかその時は結構バーって言うんですけど、言った後にもう一瞬で私反省しちゃうんですよ。だからマッシーさんの、あ、ハートの短冊ありがとうございます。だから私かわいい、嘘、ありがとう。だからね、私マッシー、え、待って、ちょっとみんなに見せたいものがあるんだけど、え、これやっぱ見せない方がいいね、やめたレモンスターありがとうございます。私その前言ったんですけど、ごちゃの
あのプロデューサーさん、プロデューサーさんじゃないわ、スタッフさんからはあんまり人の話をしない方がいい、その人に話、その人に話いっちゃうからみたいな感じで言われてたんですよ。だからしないでおこうと思ったんですけど、もうマッシーさんの話をどうしてもしたくて、私はマッシーさんの話がしたいです、ダメですかねみたいな感じで言って、じゃあもうそんなにしたいんやったらしていいよみたいな言ってくださって、でありがとうございますって言って、はい、マッシーさんの話をさせていただきました。そうなんですよね、マッシーさんのお話するなら本当にこのタイミングというか、もう本当にこの今週だけだなって思って、そう、もう本当にどうしてもしたくて、本当に本当にね、あ、そうなんですよ、確認する時間があって、そう確認していただいて、そうマッシーさんのお話をしたい。もう今日さ、もうユーハさんとこれさ、なんでこんな大笑いしたか、これは絶対言えないんですけど、もう今日私ユーハさんとちょっともう二人で笑いすぎて今日泣くぐらい笑った楽屋で。あ、そう、さっき見せようとしとったのはマリナさんにお洋服いただいたっていう、お洋服を見せようと思ったけど、お洋服見せてしまったらお話し会に楽しみがなくなっちゃうから、ちょっと見せるのやめようって思ってやめた。そう、なんで笑ったかちょっと本当にちょっともう本当に内緒にしていただきたいから言えないんですけど、本当にね涙が出た面白かった、ハートありがとうございます。そうだからおしゃべり会楽しみにしててください。でもね本当に、こんな素敵なお洋服もいただいていいんですかっていう素敵なお洋服までいただいてるので、もう本当に大切にする。もうね全部可愛いんだよね、もう全部可愛いから、なんかモーカに似合うかなってめっちゃ思う。なんか見たんですよ、全部広げて、えとか言って、えんとか言って、こんな可愛いお洋服いいんですかって思ってね。そう、しかもねなんか1着2着じゃなくて、もうめちゃくちゃ体型近いな、いえ全くなんですね。だから痩せようと思って、はい思ってます。そうだから痩せようと思ったし、なんか1着2着だけじゃなくてもうめちゃくちゃいただいたので、そうありがたいでした、ありがたいでした、ありがたかったです。もう来てありがとうございます。私今日朝めっちゃ気分が落ちて今日帰りの交通公共機関で、そのであ、うん、そうなんです、ね、熊野天使ありがとう、かわいいね、いつもありがとう、嬉しい。今日ね帰りの交通公共機関でなんかね、もう本当にそのラジオの反省とか、なんか考えれば考えるほどなんか全部なんか、はあ、あれ言わない方がよかった、こんばんは、あれね実はパジャマ姿で行きましたとか言ったんですけど、ちゃんと上着は着てますさすがにね、あれでこうやって歩いてたらすごく目立っちゃうので、ピンクの上着は着てますでも新幹線は脱いでました、暑すぎて。いいんです、ありがとう。そうなの、でもなんかね、そう、みんなね褒めてくれるの、楽しか、なんか面白かったよとか、ももちゃん今日もなんか爪痕残しててなんか良かったよとか、もうめっちゃ褒めてくれてる方本当に嬉しくて、ああ褒めてくれてありがとうってなってるんですけど、なんかもう逆に私その前まではその褒めてくれる内容を見て嬉しいってなったんですけど、目立つ、分からんどうなんやろ、分からん。なんか最近はなんか逆にその悪い方になんか目がいっちゃうんですよ、
なんか褒めてくれるのももちろん目がいくんですけど、その悪いなんかそのアンチ系のコメントにすぐ目がいっちゃうんですよ。だからなんかね、私って絶対に見ないっていう意識をしてるんですよ。絶対見ないでおこうって思ってるんですけど、やっぱりなんか最低じゃないみたいな、とかなんかこんなこと書かれてるよみたいな、まああるじゃないですか。へえ短冊ありがとうございますそう、基本悪目立ちなんですよ。そう、なんか最近はねすごいそれを見て、うわーマジかーってなってる。なるほどね。えだからそんなこと気にしたらもうキリないんですよ、ほんまに。ほらありがとうございます。もうキリないから本当に見ない方がいいんですけど、目に入っちゃうんですよ、見ないようにしてても。そうだからね、もうこれからどうしていくかって感じですね。え、そうだよね。え、そうだからね、ほんと褒めてくださってる方はもう本当にね、感謝してます。困ってます。ありがとう。そうそう、見ないようにしてるんだけど目に入っちゃうからこそうわーってなる。そう、アンチじゃん、アンチおーってなる。私アンチマジおーってなる。だからそれを見て、そうだからね、私ってもうね、ほんとみんなにしか、まあ他にも言えるんですけど、本当にもうみんなに分かってほしくて、分かってほしいっていうか、もう私の弱音を聞いてほしすぎてもう言いたくなるんですよ。聞いて、こんなことがあったんだけどみたいなでもさ、こんなことを言ってしまったことによってさ、みんなさ心配しちゃうやん。ももちゃん大丈夫って、でも心配させたくないし、やけど守ってほしいって思ったりわがままな流れ星なんです、私。そう、なれろ、なんかさ、アンチになれろって言葉は絶対違う気がする。どんぶらこありがとう。なんて、何が、何に笑ってるんですか短冊ありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうね、本当に。そうだからね、難しいよねって話。そう、やっほー、まあ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 、なんとかなるでしょと思ってますけどね、私は。でもね、やっぱりね、アンチというか誹謗中傷されたらね、本当にね、いい気持ちする人本当にいないからね。そう、難しいよね。そう、難しいよ、アンチ難しいアンチ難しいよ。秒でブロックです、確かに。気軽に行こう、ありがとう。そうなんだよね、批判だったらね反省しようってなるんですけどね、なんか明らかね、明らかなんかこれはなんかね、どうなんっていうコメントとかね、書き込みがあったら、うん、んってなる。それは違うでしょとも言えないしね、私は。過ぎたことは気にしない、気にしない、そう、気にしないことが一番だよね、思います、思うよ。うん、そうだよね。そう、する。何？俺はこちゃんで叩かれた時、俺もやらなかったなって思った。強っ。強っ。
そうなんや。短冊ありがとうございます。まあでもね、本当に今日に関しては本当に申し訳なかった。あのあれなんだったっけ、その浴衣祭り、本当あの睡眠に2時間ぐらいで行ってしまったせいで、なんかもう本当に顔がちょっと本当に死にすぎちゃってて、もう本当に今日夜公園行った方、なんかももちゃんってなった人もしかしたらいるかもしれん。もう本当にごめんなさい、思っちゃった方本当に謝りたい。叩かれまか、え、なんで悪いことしてないのに、なんで久しぶりももちゃん、え、来てたの、そのなんか、え、私はめっちゃなんか自分では結構笑ってた方なんですけど、なんかスタッフさんに言われました、終わった後に、顔がって言われた。ああ、自分で気づいてなかった、ガチャーってなって、めっちゃ今反省というか、反省もそうやし今結構気にしてる結構気にしてる、あちゃーってなってる今。マジか、ヤッホー。そう、結構今は気にしてるね。そうなの、難しい人生って、難しいよみんな難しいね。どんぶらこありがとうございます。もが来た、ありがとう。あとお母さんとお父さんがね来てくれてたんですけど、あの公園入ってたんですよ、私のお母さんとお父さん。じゃあなんかね、席が夜公園入ってたんですけど、あの席が真ん中らへんって言ってて、でなんか周りの人がももかのタオルとかうちわとかペンライト振ってくれたり、なんかももちゃんってめっちゃなんか大きい声で叫んでくれてたみたいで、周りの方がそうめっちゃ感動してました、お母さんとお父さんが。後ろが立ち見の方々やったんかな、分からへんねんけど、そうそうそう、こんばんは、こんばんは、めっちゃ喜んでくれてました。うん、しかも「え、ももかソロあるやん」って言ってたらしい。「え、ももかソロあるやん、初めてやん」って言ってた。めっちゃ喜んでくれてました、ありがとう。みんないっぱい大きいコールしてくれて、トップね、そうなの、トップは私本当に本当トップになったら本当に皆さんお祝いしてくださいいつなれるか分かりませんけどね、いつかやろピクね、嬉しい。そう、喜んでくれてた、やっほーみんな56分になった、誕生日もね。あ、ジュースありがとうございます、ありがとうね、美味しそうなジュースあげるわほんまにしてくれるんですか、ありがとう。あ、タコいっぱいありがとう、こんばんこんばんは。今日ね眠たい、待って、何のハンドクリームこれ、お母さんが掃除してくれた。えー、めっちゃいい匂い、使う、フランフラン、ありがとうございます、レインボースター、ありがとう。
それが幻想で気づいてしまった。明日はすることをして寝る。めっちゃ可愛い。え、レインボースターありがとう。そう、がっつりなパジャマのね、白丸姫めっちゃ可愛いでしょ。あれ、あれ姫路城の前でね、ショップで売ってるから2500円で、あれお父さんに買ってもらった。この前兵庫帰った時に、おう、ごめんごめんごめんね。そう、前兵庫に帰った時に、何の話したっけ、あ、姫路城に行って、お父さんとお母さんとお姉ちゃんでブラブラしてたら、それがあって「え、欲しいこれ」って言ったら買ってくれた。うん、お父さんが「え、買ったるで、2500円やろ、じゃあこれまたごちゃに着ていきな」って言われて、この前、じゃあ昨日着ていった。いや、何ですかそれって言われましたね。まあそりゃそうですよね、そりゃ何ですかそれになりますわ。うん、アイス好きですか。うん、アイス好き。私今ファミマのなんか丸ごと柚子みたいな、あれめっちゃ美味しいから食べてみてください。え、流れ星ありがとう、嬉しい、ありがとう。それが幻想で、そう、それはもう柚子なんですけど、それが売ってるんですけど、ほんまに美味しいから食べてみて。もうね、レモンシャーベットの味がする。あ、間違えた、柚子シャーベットの味がする。そうなんです。くんは、え、食べてくれるん、食べて、ハートありがとう。ありがとう。よし、壇上読みます。そう、ファミマに売ってる。13位グリーンティーさん、ありがとうございます。12位アッツーさん、ありがとうございます。僕までももかちゃんのことが好きだから、ありがとう、嬉しい、いつもありがとう、来てくれて。11位八王子さん、ありがとうございます。10位キョウイさん、ありがとうございます。別のももかしさん、でもお名前きっかけで、ちなみにこれもご縁ということで、え、そういうこと、めっちゃ嬉しい、ありがとう。そういうご縁でもね、見てくれてるのめっちゃ嬉しいです。ありがとうね、本当いつも来てくれてありがとうございます。キュイヒデオさん、ありがとうございます。ごちゃという方もちろんお疲れ様、ありがとう、ゆっくり休んでね。ごちゃメール採用されたにかかわらずご迷惑おかけしてすいませんでした。え、なんで謝ってるの待って、なんで謝ってるの。え、私めっちゃ嬉しかったよ、私のあのメールが来て、あ、ひでおさん私のこと言ってくれたと思ったよ。え、謝らないで、なんで、なんで謝ってるの、なんで謝ってるの。じゃあ私から謝、私もじゃあ返すわ、ごめん、ごめんね。これでお会いこう、ありがとうね、むしろありがとう。なんかこれからいらない、なんか私が言ってもなんか怒りそうな内容とか全然送ってもらって大丈夫なので、はい、いっぱい送ってください。ありがとう。8位七木さん、ありがとうございます。浴衣のももかちゃんの X の投稿で見かけたけど、めっちゃ可愛かった。最近忙しいよね、無視はできないですね。今日はおやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうね。そう、今ね X で私の浴衣姿が上がってるので、よかったらチェックとね、可愛いとかコメントしてくれたら嬉しいです。はい、7位カンさん、ありがとうございます。え、カンさんドラムやってるん、かっこいい、ありがとう。6位みーさん、ごちゃんに浴衣持ちお疲れ様でした、ありがとうございます。みーさん昼公演やったねんな、私もほんまは昼公演やってんけどな、残念。
5位浜地さんありがとうございます。週末公演とこちらお疲れ様。マッシーさんのお話これから連想ゲームの落ちたと言ったら例じゃなくてよかった、なんか一番面白かったで、ありがとう浜地さん、聞いてくれてめっちゃ嬉しい、ほんまにいつもありがとうございます。面白かったっていう言葉超嬉しい、ありがとうね。4位ギリタンシオさんありがとうございます。ラジオからの浴衣祭り本当にお疲れ様、深夜にたくさん笑いました、もっと自信を持っていいからね、いつでもおもちゃの味方です、ありがとう嬉しい、ありがとうね、本当にいつもありがとうございます。3位リュウセイさんありがとうございます。リュウセイさんありがとうございます。2位カーモ F さんありがとうございます。もーちゃんこんばんは、今日の浴衣祭り残念ながら行けなかったけど後日配信されたと思われる、その時にもーちゃんの浴衣祭りもゆっくり見たいと思います。ありがとうございます、いっぱい見てください、私頑張ってお手伝いしてるので、ありがとうございますカーモ F さん。そして1位スキャットさんありがとうございます。もーちゃんラジオ終わりの浴衣祭りお疲れ様、ありがとう、模様も取り始めたしサマーグッズももーちゃんのやつも注文してねえ、スキャットさんありがとうね、本当にサマーグッズもねゲットね、あ、ん？ゲットまだしてないかもしれないんですけど申し込んでくれたということでありがとうございます。そうね、サマなんちゃら特別公演ね、当たったらいいのにね、当たったらね私のことずっと見ててねありがとうございます、本当にスキャットさん今日たくさんねいろんなもの送ってくれてありがとうございました。お、ハートありがとうございます。はい、ということで何を話せばいいですか、え、何でもいいよ、もう相談でも何でもいいよ。はい、ということで皆さんおやすみなさい、短めの配信でごめんね、今日も来てくれてありがとう、おやすみ、また明日ね、じゃあね、いい夢見てね、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ。おやすみ。